関川神社は、愛知県豊川市赤坂町関川に立つ神社である。祭神は、市木島姫命。長宝三年五月、赤坂の長者、宮地の渡る伝次郎長富が、三河国氏の大江城記の命を受け、関川地内に立つ、楠木の脇に道具を建立したのが起源とされる。当初は、微財天と称していたが、明治時代初期に、神仏分離の影響を受けて、 関川神社と改称した。昭和28年6月5日、宗教法人として登録を受けた。うじこはおらず、神社の運営は関川区域の住民によって行われている。祭礼は旧暦1月15日16日であり、福引きが行われていたが、現在は太陽暦の1月15日16日に改められ、余興は行われていない。同じく、 赤坂町に位置する宮寺天神社で霊祭が行われる際には、吐御する御輿の休憩所として境内が使用されてきた。確認できる最古の胸札は、文政12年のものであり、再建の弁天拝殿一中の文字が見える。他には、明治20年のものがある。境内には、大正7年2月に建てられた城野塔がある。場所の区比、中央家が旧比。 上が新碑境内には、松尾芭蕉の俳句、夏の五月お油よりいての赤坂屋を刻んだ句碑がある。法暦元年冬に建てられた旧碑と明治26年12月に建てられた新碑があるが、旧碑は上部が折れてしまい、一部が反読不能になっている。句の部分も、油よなし、手地赤坂屋の部分しか残っていない。新碑は、芭蕉200年記憶に、 花井ま門が働きかけて、資金を集め、旧費の前に混流したものである。三河さんの加工岩を用い、ただ両商が寄付した自然石の上に乗せられた。廃壇の家元である東京月の本元見十一、が寄号し、萩本正次郎が掘った。石川神社の楠木楠木の根元社殿の脇に立つ楠木、三木周周8.1メートル。 根元がえぐれているが、これは、慶長14年に発生した火災により消失した部分であると伝えられる。昭和56年3月1日、音羽町の文化財に指定された。ありがとうございます。